私にふさわしい高貴な衣装ですわね。より一層セレブに参りますわよ。お気持ちは大変嬉しいですが、申し訳ありません。皆様のお気持ちにお答えすることはできません。お詫びにお一人ずつご挨拶させていただきますので、私の誠意としてお受け取りください。アミ、そういうことですから買い物は一時中断って顔がにやけてますわよ。もう、極上の品々に最上級の体験、これぞセレブリティ。日常では味わえない優雅なひとときを楽しみましょう。そうなんですの？それを聞いてひとまず安心しました。今回はちょっと見るのが怖くて。だってその写真が。もう乙女心が分かってませんわね。その普段より露出の多い衣装ではありませんか。だから改めて写真を見返した時に、ほんの少し、いいえ、とても気になってしまったんです。お腹のあたりが。なぜでしょう。この衣装のためにしっかり運動したというのに。本当に？その嘘だったりお世辞などではありませんわよね。そうですわね。どうやら少し弱気になっていたようです。失礼いたしました。プロデューサーがくださった衣装ですもの、似合わないはずがありませんわ。そうでしたわ。この衣装でグラビア撮影がありましたわね。プロデューサー、今からレッスンルームを使っても構いませんか？撮影までの間、空いた時間は私が抑えます。油を売ってる時間なんてありませんわ。皆様に期待以上のものをお見せしたい。そのためにできることは全てやっておきたいのです。撮影までに一分の隙もない体に仕上げてみせますわ。なんだかせわしない一日でしたわね。あっという間にこんな時間。
力の方は問題ありませんわ。撮影の間も亜美と一緒でしたし、とても楽しかったです。ただ今日一日で様々な方に声をかけられたものですから、気持ちの面で少し疲れてしまって。ええ、本当に驚きましたわ。皆様の言葉が全て分かったわけではありませんが、どこかの国の俳優だとか大企業の社長だとか石油会社という単語も聞こえましたわね。ええ、リゾート地という土地柄かもしれませんが、セレブな方が多くて少し圧倒されました。それにこんなに多くの方々に熱心にアピールされたのは初めてで。プロデューサーありがとうございます。道すがらたくさん褒めていただきましたけれど、やっぱり私にはプロデューサーの言葉が一番心に響きますわね。海外ということで少し不安もありましたが、プロデューサーがいてくれてよかったですわ。頼もしいですわね。今日のように人に囲まれることがあったらすぐに呼びますわ。私ったらつい。ええ、もちろん。プロデューサーも仕事はせずちゃんと休んでくださいまし。明日の撮影もよろしくお願いしますね。それでは良い夢を。おやすみなさい。